はい、というわけでコラボ復刻祭りが来ますね。昨夜夕方5時かなぐらいに、ツイッターの方で告知があって、ゲーム内の方でも告知がありました。来週11月9日ねの木曜日から11月30日までの3週間ニーヤのコラボがあって、長いね結構ね。でその後テンスラが11月30日から11月24日ということで、1ヶ月半くらいのコラボ復刻祭りが開催となります。で、まあ、この間もですね、ダブルコラボ開催でしたけど、まあ、今回は復刻でダブルできたということで、これ結構熱いですね。前回は2タイトルともゲームだったけども、今回はゲームとアニメというふうになっています。気になるところはね、どれが追加実装されるかってところですね。まあ強化はもちろん来ると思うね。従来のキャラクターの強化は来ると思うんだけど、何が実装されるかってところは気になるところだと思うんだけども、従来のユニットの方とりあえず見ていきましょう。まず前回のニアコラボが、まず最初 2B が実装されまして、無属性の二刀流アタッカーですね。で 9S は配布でした。闇属性のデバッファーバッファーでしたね。で A2、 こちらが光属性の高火力アタッカー、一刀流の高火力アタッカーで実装されました。まあ当時はですね、猛威を振るいましたよね。でテンスラコラボですけども、テンスラは一度復刻してるんですね。なので、もともとこちらのリムルテンペストが実装された後、復刻の際に魔王リムルテンペストが実装となりました。魔王リムルテンペストね、結構僕使いましたね。まあ過去の動画ね結構ありますけど、結構使ってました。でミリムが最初ミリムナーバで実装されて、まあこの時もクソ強かったんだけども、その後流装ミリムナーバとしまして、エーソーが実装されたと。まあどちらもですね、強化エーソーという形でした。なので今回順番としまして、まず11月9日からニーヤが来るんですね。で3週間開催されますんで、おそらく、まあ、前回もタイムアタックイベントありましたからね、最終週にタイムアタックイベントが来そうな気がしますね。で実装キャラクターに関してなんですけども、もうこれ多分おそらくもう強化エーソーだと思います。うん、 2B と A2 がそれぞれ強化されて実装されるという風にしか僕には思えへんねんけど、どう思う？っていうのが、他のゲームでのこのニアコラボを見てても、まあこの 9S2BA2 ぐらいしかこうプレイキャラクターとして実装されてないんですよね。でなってきて、まあもちろん他にも重要なキャラクターね、ゲーム内には登場しますから、それらが実装される可能性っていうのもあるんだけども、なんとなくそれはないんじゃないかなと。で 2B と A2 が強化実装されるんだったら、何よりも熱いのは 2B ですよね。無属性キャラクターってのがそもそも希少ですし、レベル120解禁後まだ実装されてないんじゃないかな。そういう意味では、無属性がここで来たら結構熱いなと思います。でまあどんな風なね、理由を持ってこう強化実装、強化エーソーを実装してくるかっていうのはちょっとね、まあその辺は気になるところだと思うんだけども、新しいキャラクターじゃなくて、復刻の時はね、先ほどのテンスラの復刻みたいに強化エーソーが実装されることっていうのは大いにありえますんで、まあ、おそらくニーヤコラボに関してはそうじゃないかなと。で問題はテンスラの方ですよ。テンスラに関してはもう強化エーソー実装してるんですよね、一回ね。なので今回の復刻でまた強化エーソーということはちょっと考えにくい。物語の中で魔王として覚醒したところでね、あのアニメはもう終わってますし、アニメの第2期はそこまでだし、ミリムもね新しい姿ってないからね。ってなってくると、当然もう新しいキャラクター、もうこれはもう新しいキャラクターが実装されると思います。まあ、テンスラに関して言うといっぱいキャラクターいますから ね、人気あるキャラクターいっぱいいますから、まあ、先ほどね僕ツイッターの方でも上げましたけども、僕の予想としましてはベニマルとシュナ、この2体が実装されると思います。まあ期待も込めてなんだけど、おそらくシュナは確定だと思う。やっぱ女の子来てほしいなって思うのと、バッファーって最近来てなくないね。まあ、ラスクラの中でのまあね、バッファーといえば超有能バッファーティンキリぐらいしか今んとこいないから、まあ他にもね、あのね、ミコセラとかもね、あの別にバフかけれるキャラクターは他にはいっぱいいるんだけども、結局そのバッファー専門職っていないんだよね。ってなってくると、シュナがここで超有能なバッファーで、確か原作でも結界みたいなの貼ってましたよね。
ああいうので、もう魔法も物理も攻撃食らわないみたいなね、パーティー全体にそういう効果を与えるような魔法とかさ、超必殺とか使いそうだなと思って、今シュナ来たら結構熱いだろうなと。特にギルバドとかでね、使えそうな、その相手からの攻撃をすごく軽減するような、開幕から何秒軽減するみたいな、そういう性能を持ってきたら熱いよなと思って、そういう期待を込めてシュナです。でベニマルはまあシオンさんでもありだと思うんだけども、多分ベニマルじゃないかなと。ダブルで女の子ってのはちょっと考えにくいかなと。なのでベニマルが来て、でベニマルになっちゃうとね、炎属性アタッカーなんだよね。でそうなるとガーランドと被んじゃねえかと、ね、ついこの間は炎属性来たぞと、炎属二刀流来たぞとなってしまうと、鬼ね、ベニマルとかさぶっちゃうじゃんって思うかもなんだけど、そのテンスラコラボ始まるのは11月末だから ね、そう考えるとさ、あのかなり空くじゃん、ね、1ヶ月空くからさ、でかつ二刀流と多分ベニマルは1頭、ね、効果力炎属性アタッカーとして実装されるんやったら、まあありなんじゃないという感じで、あのでもそもそもラストクレジャーさんね、結構平気で同属性連発ってねありますからね、過去にやらかしてくれてますからね。だから全然その辺はあの属性で読むのは結構難しいだと思うんで、まあ、おそらくキャラクターとしましては期待を込めても、おそらくベニマルとシュナなので、そのコラボ復刻祭りの順番としましては、11月9日ニーアコラボ開始と同時に 2B の強化演奏、その翌週に A2 の強化演奏で、3週目からタイムアタック開始がありまして、11月3日テンスラコラボ開始でベニマルが実装で、その翌週がで、その翌週に、その翌週12月入ってからシュナさん実装だとふうに予想しておきます。どうでしょうか皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんのね、予想もね、コメント書いて教えてください。でアキラのコメントもね、あえてんじゃねえのとか思っていただけましたら高評価お願いします。でアークに関してはさ、もうこれは予想できないね、うん、あの何が来るか分かんないけれども、まあ、過去のこのコラボアークで言うと、ニーアコラボのね、これ美しき歌姫ね、これで量的界とかね、鉄の石とかがね習得できるね、これ結構重要なんで、これはね欲しかった人もいるんじゃないかなと思います。まあだからキャラクターに関しては多分そうじゃないかなと思いますんで、まあね、11月9日だからもう来週だからね、週明け早々もしくはこの週末金曜日あたりなんですね、復刻祭り第1弾のニアコラボに関しては何かしら情報出るんじゃないかなと思って期待して待っておきましょう。というわけでちょっと短い動画ですけれども、コラボ復刻祭りのお知らせを受けてアキラの予想でした。ではまた。